今日はこの方とですね語り合っていきたいなと思っております。お名前の方よろしくお願いします。はい、ハイサイグスヨチューガナビラこういう挨拶したの初めてですけどもミュージアムのイハというよりは、うん、ユンタンジャーアザフルギンのブートや着信イーチの着信な答弁イハよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや1416年、はい、1416年に、はい、この時に三々統一という話を、うん、北山から、うんうん、要するに倒しに行くと、はいはいはい、これ小八氏に、うん、どんなしていったかわからんけど、うんうん、ゴサマルよ、うん、一緒に北山を討伐してこようと、うんうんうん、でちょうどその時には北山は半安置か半安置、はい、そうですね、うんうん、その時代でなぜ五三丸がこの小八氏の誘いにすぐ二つ返事で乗ったか OK で乗ったか、はいはいはい、実はですね、五三丸もウヤファアフジは、うんはい、要するに山田グスクのおじいちゃん、うんうん、おじいちゃんですが、うんうん、亡き人の落ち武者何じゃ敵を取りに行く。そう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 、おそれで小橋と小三丸は意気投合したわけだ。そう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 。はあ、うん。ただ小橋に言われたから行けと命令されたわけじゃなかった。わけじゃなくて自分たちの思いもあったんだ。そう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 。俺が告げ口してはいはいはい。俺は西原から船を出して知り手に行って小三丸にその告げ口して、はいはいはい、小三丸は尻に攻めようとして、うん、いるよと平和をもう訓練もしてるよと中ぐすくでね、うん、中ぐすくで、うん、そういったもんだから正太夫はまさか義理のお父さんだけど、そうだね、うん、まさかそう中心の御三丸が自分を狙うわけがないと、うん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 、そしたからじゃあ密偵を生かして、はいはいはい、まず見てごらんと、うん、見せなさいと、うんうん、で調べたらなんと五三丸は兵隊を訓練してるわけ。あ、そしたら首里に戻ってこの密偵はやっぱし兵隊を訓練してるよと。これ兵隊訓練してるのは勝連がいつ勝ちのアモレがいつ攻めてくるかわからんからそのためにこれ受けるためにやってるんだけど、あ、アモレからはねこういう話を聞いてるから、そうそうそう、アモレ思い込むんだ。そう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 。だから逆にその王様にして中城を打ってこいって言わすわけ、はいはい、もう自分の義理の親だけど生かすわけね。この時に五三丸は攻めてきたのは、うん、この首里の王様の旗を持ってると。そうか、雨割りじゃなく王様の元で雨割りが来てるという話なんだ。そう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 、要するに総大将としてだから、はい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 、でその時に古文ある方が古文は、うん、戦いましょうと言ったけど、うん、ああならんろうできないよ、私は王様に仕えているんだから王様にこの手歯向かうわけにはいかんということで娘婿でありながらも立てたわけですね。そうそうそう。だけどこの五三丸はもう自分の奥さんと子供二人、うん、二人を殺して自分を自害した、うん、だけど三男は血の巫女だったので、うん、これ乳母に預けて、うん、そっとなんか逃がしたというそうそう逃がして。